ちょうどこの川面に桜が咲いておりますが、まだ三分咲きというところです。遠くではこの今お祭りの桜祭りの稽古が始まされているところですが、この町役の皆さん、この残念ながらこの通りはこのご覧の通りで、本来ここはもう人が住むなり、あるいはもう歩けないことも人が見に来たんですが、残念ながら今日はこちらの通りが全くないという状態です。今日は寒い寒いというコマーシャルが聞きすぎまして、実際にはほとんど少ないのですが、先ほど日差しもあったぐらいですが、この人通りがないところです。桜を皆さん方にご覧いただきたいと思います。三分咲きです。私はこうしたコマーシャルやっております山下慶次郎ライブインマシタと4月24日金曜日チケットを販売しております。今日は皆さん方にこのご案内に参っている次第です。終わりです。